ノーリーの説明をしたいと思います。ノーリーはオーリーの変化版でノーズ側の足で蹴ります。ノーリーのスタンスは前足がまずノーズの真ん中を叩けるように中心を狙います。後ろ足はこのようにテール側のビスの内側に置きます。叩くときは左足に3割から4割、右足に6割から7割の体重をかけて叩きます。ノーリーはオーリーと同じようにしゃがんで、今度はノーズ側の足を蹴ってあげるんですが、しっかり進行方向の奥側に蹴ってあげることで板が体の真下に上がってきます。あとはオーリーと逆のようにこちらのテール足の方をここの中心に向かって擦り上げてあげることで、このような動作が完成します。これがノーリーです。ノーリーの上半身の使い方はオーリーと一緒です。